皆さんどうもこんにちは。絶賛地下鉄に閉じ込められてるうぷ主のミーです。同じく絶賛閉じ込められてる霊夢ちゃんと、マリサなんだぜ。前回の動画をまだ見ていないという方は、ぜひ前回の動画からご覧ください。どうしてこうなったかがわかるわよ。この非常階段を登った先に非常出口があるといいんだぜ。そうね、さっさとこんなゾンビだらけの駅から出たいわ。おーオープン。マジか、まだ駅のホームがあったぜ。この地下鉄駅、相当大きな駅だったのね。皆さん、また車内を移動します。おのれ、ゾンビめ、だからただのバグだろ。あれ、座席も何もない。ほんとね、どこに行ったのかしら。座席はあったが大変なことになってるぜ。電車の運転が荒くてこんなことになっちゃったんだろうか。この緑のオートブスだったの。ゾンビも災難だったわね。え、今ガタンって言ってたけど、これもしかして走り出した。ああ、発進してるぜ。ちょっと運転手さーん、止まって止まってー。どうも様子がおかしい。もしかして運転手さんがゾンビに襲われて何かの拍子で進んじゃっているんじゃ。このままじゃ電車が。うわあ。いったー、どうなったの。事故ったんだ、電車が思いっきり傾いてるぜ。漏電してるから気をつけて。うん、早く電車内から脱出するね。それにしてもこんな状態で地上に行けるのかすげえ不安なんだぜ。あら、マグマが流れてない？線路の下がマグマだまりだったんだね。お、おい、なんだよあれ。巨大ゾンビだ。前回線路の上に落ちてたでかい手の持ち主か。きっとあいつがこの騒動の原因よ。あのでかいゾンビのせいでどんどん人々がゾンビになって、この地下鉄内がパニックになっているんだね。許せないこのオートブス野郎。こんな化け物、一体どうやって生まれたんだか。一応このグリーンゲロゲロを踏んでも何も起こらないみたい。それでも嫌だわ。あ、このゾンビ電車もペロリと飲み込んじゃってる。毎度毎度巨大生物に食われてばっかりだな。うぷ主なんて食べても美味しくないわよ。そうそう、食べるならマリサか霊夢に。私たちも食われたんだよ。このゾンビ味がどうとかって関係なく食べまくってるわ。そりゃ電車を食うくらいだしな。消化される前にここから出ないといけないんだけど、なんかどんどん出口から遠ざかってない。私もそう思うわ。ホームに戻って非常階段を上り、止まってる電車内を移動してたら、電車が急発進、運転手がゾンビに食われて電車が事故を起こし、なんとか車内から脱出すると目の前には巨大ゾンビが。そしてそのゾンビにパクリと食べられちゃった。もうおしまいね。絶望的状況だが、それでも一筋の光を信じ足を進める。何このナレーション。絶対に脱出するんだ。脱出して録画してたアニメを見るんだ。そう心に思いながらうぷ主は歯を食いしばる。執念半端ねえな。なんとか巨大ゾンビの体内から出れたぞ。ここが外に繋がっていればいいんだけど、そもそもここがどこでどうなっているのか。ここってもしかしたら建設中の線路かもしれないぜ。それだったら外への非常出口があるかも。おお、一気に脱出の確率が上がった気がするわ。よし、一気に突破だ。ひぃー、大変なことになってる。あ、あれは、出口。やっぱり非常出口が用意されていたんだな。脱出は絶望的だと思ったけど、諦めないで進んできてよかったわ。無事に地下鉄から脱出成功。お、おいちょっと待て。なんだこの恐ろしい急斜面は。え、これもう終わりだよね。あの青いスイッチみたいなのは何かしら。なるほど、そういうことか。車で安全なところを目指せってことだな。うぷ主、安全運転でお願いね。了解、しっかり捕まっててください。今度こそしっかり捕まっててくださいね。捕まってる意味がねえだろうが。その調子よ。ようやくゴールです。年明け早々やってくれたわね。ああ、ほんと参ったぜ。お次はクッパケルベロスのコースです。コース名からヤバさが伝わってくるね。ウェルカム、マリオー。俺様は地獄の番犬クッパケルベロス。ガッハ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 ッ。何笑ってんだよ。すまん。地獄の番犬弱いな。ちょっとクッパ様起きさないでくださいよ。だって見てみろよ。ずっとスター状態なんだぜ。怖すぎだろー。ビビりすぎだろ。大丈夫ですよ。こっちには来ませんから。本当。おらー。じゃあ。なんちゃって。くそー。クッパそれじゃあまたねー。結論、地獄の番犬はビビりだった。じゃあ。そしてしつこかった。じゃ、マリオさん大丈夫？ガックンガックン言ってるよ。
壁の中に埋まる。恐怖のストーカーモグラーニャ。モグラーニャってことはチョロプーか。意外と早いんだよねー。でも逃げ切ってみせるぞ。おい、なんか変なのが乗っかってんぞ。ガッハ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 、こいつは早いぞ。もうこれチョロプーが主役なんじゃなくてクッパじゃん。クッパとも思うです。大丈夫だ、大丈夫。チョロプーが大丈夫じゃねえんだよ。ハッハッハ、絶対に追いつかせないぞ。くっそ、追いつけそうで。おら、チョロプー、落っこちちまったじゃねえかー。やったー、ストーカーを撃退したぞ。でもチビマリオじゃ上に行けないよ。もう一度だ。待てー、こらー。ちょっとクッパ様暴れないでくださいよー。だってマリオが速いんだよー。クッパが遅いんだろ。なんだとー、絶対捕まえてやるぞー。待てー。ふぅ、セーフ。ちくしょう。いやー、恐ろしいストーカーだった。実際にあんなのが追いかけてきたらマジで恐怖だよな。そんな時は僕にお任せ。いつでも追っ払ってあげるよ。クッパと徒競走。相手がクッパなら負ける気がしないぜ。うん、絶対勝てると思う。お前ら俺様のこと舐めすぎだろ。舐めてないわよ、汚いもの。こっちも舐めるじゃねえよ。ほらほらクッパ、よそ見していて大丈夫？あーマリオ待ちやがれ。このまま行けば勝てるわよ。そう簡単にゴールさせてたまるか。あー、クッパお前ずるしやがって。ガハッハッハ、俺様を誰だと思っている？山田さんでしょ。山田さんって誰だよ。なんであんなところに B スイッチが置いてあるの？あの野郎が仕込んでおいたのよ。あの野郎マリオパーティーと勘違いしてんのか？してねえよ、これは立派な作戦だ。そしてこの作戦名は、B スイッチをピッと押しちゃおう。この野郎ー。ガハッハッハ。クッパ、さっきはよくも何度も落としてくれたね。どうだマリオ、俺様の強さがわかっただろ。いやいや、わからないよ。今から同じ目にあってもらおう。そんなことできるわけだ。いやー、マリオは何も悪くねえ。うん、クッパが勝手に飛んだのが悪いよ。この徒競走、競争相手クッパ選手の途中退場によりマリオ選手の優勝です。いやー、体を動かすっていいね。お次は強引マリオ〇〇です。やだ、うぷぬしったら〇〇だなんて。何言ってんだ。よくわからん霊夢は置いといて、このコースはどうやらドーナッツくんを強引に突破するみたいだぜ。ええー、このドーナッツくんって強引に突破できるの？できるわけないやろ。せやせや。できないみたいだから帰りましょうか。待て待て待てー。おお、高く飛んだ。ってことでお疲れー。うぷぬし早く成功させろー。マリサ、霊夢、よく聞いてくれ。どうしたんだよ。何か問題でもあったの？このコース、非常に難しい。このコースクリア率 60% だぞ。絶対嘘だ。いやマジで。そんなに高いのになんでクリアできないんだー。お前が下手くそだからだよ。今度こそ成功させてやる。どやー。何分かかってんだ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日もやみやみじゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。地下鉄ゾンビパニックだけは今後避けたいな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。